これは今までのパラリンピックではない、おそらく一つの芸術としての高まりまで表現した動きだと、時代が変わるなと思いました。まさか私がパラリンピックに選ばれるとは考えてもなかったわけです。おい頼むぞと言われた一言が、考えてみたら6種目も出た結果になったんです。同じ人間で同じ障害だからそれほど変わらないと私たちは思ってたんです。外国の人たちはすぐ違う国の仲間でも話すようになり、抱き合ってキスまでしてるんですね。びっくりしました。それには特に改造したようなものではなくですね、入り口の段差に仮設のスロープをつけてくれたぐらいのもんですね。ポイントポイントを考えれば、あとはもう普通の家だったんですね。パラリンピックの後、一台が回されてきたんです。来たと社会が変わるなと思ったんです。ところが私たちを乗せて運んだのは、海水浴を遠くに見た松林の中の静かな林に面した海、つまり人目に触れないところなんです。以後、本当にたくさんの仲間が海外に行って海外の障害者の生活を見ました。日本の障害者は病院か施設か自宅なんですね。でも外国の選手は大きなアパートの中の一室なんですね。つまり一般の社会の中の一つなんですね。それから日本の福祉環境というのがどんどん考えられていったんですが、一番元になっているのはパラリンピックだと自信を持って言えるんですね。パラリンピックそのものが生きる知識の基本を見せてくれたような、作ってくれたような、そんな生き方を私はしてきました。今度の東京のパラリンピックに期待するものというのは、予期できないもの、おそらく時代を変えるものだと思います。